来楽勝楽勝。精一杯頑張ります。ミレイユさんに頼まれたのよ。あなたたちのことこっそり見張っておくようにって。念のため爆弾を持ってきておいて正解だったわね。師匠、師匠、怖かったです。ああもう泣くんじゃない。一つ覚えておきなさい。錬金術師は戦士じゃない。だからこそ戦いの時は相手をまっすぐ見据えなさい。相手を見据えて機会が来るのを待って弱点をつく。これが錬金術師の戦い方よ。はい、覚えておきます。よろしい。まあ二人だけにしてはよく頑張った方よ。ほらお城に戻りましょう。ミレイユさんも心配してるから。全力いっぱい頑張ります。Yeah.
夜になっちゃった。お化け、お化け出ないよね。ふんわり。さてさて、どこに行きますか。新しいレシピに挑戦、挑戦。お疲れ様。大丈夫じゃあなかったみたいね。はい、師匠に助けてもらわなかったらどうなってたことやら。ミレイユさん、二人だけじゃやっぱり危ないと思うんです。最近魔物も多いらしいじゃないですか。やっぱりここは私が。でもほら、イルメリアさんには国からの依頼が山ほど。それはそうですけど。ただ二人を危ない目には合わせられないわよね。分かった、護衛になりそうな人を私の方で探してみるわ。悪いんだけど、それまでは二人だけでお願い。あんまり危ない場所には行かないようにしてね。わかりました。ごめんなさい、私たちが弱いばっかりに。ううん、気にしないで。今回も頑張って魔物を倒してくれたじゃない。魔物退治の件はちゃんと二人の評価に加えておくわ。本当にありがとね。いいんですか、ほとんど師匠に倒してもらっちゃったのに。いいの、私はただ残党を吹き飛ばしただけね。師匠。アトリエの功績が国に認められればランクアップ試験の受験が許可されるわ。ランクを上げるためにもまずは頑張ってアトリエの評判を良くしていってね。まあそこら辺のことはこの試験要項に書いてあるわ。後でよく読んでおいてちょうだい。さてと、私はそろそろ帰るわね。二人とも無理するんじゃないわよ。バイバイ。ありがとうございました、師匠。じゃあ私たちも帰ろうか。そうだね。それじゃあミレイユさん、失礼します。さてと、護衛か。ま、あいつが適任かしらね。要項はざっと読んだけど、試験を受けるにはやっぱり評判を上げるしかないみたいだね。なるほどね。とにかくまずは評判を上げろってことか。一体何から手をつければ。何書いてるの、スーちゃん。ん？野望ノート。評判を上げるためのアイデアを書き留めようと思って。それにこれまでやったことも書いておけば備忘録にもなって便利でしょ。
るほど、さすがスーちゃん。よし、頑張って野望ノート埋めていこうね。次は何するんだっけ。